でもそんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。はい、おっぱっぴー。家庭教師の小島、今夜の授業は、さあ授業を始めましょうか。今日の授業は歴史。この人誰だかわかる？そう、大塩平八郎さんよ。1837年に起こった大塩平八郎の乱はあまりにも有名よね。この覚え方はね、いや見ないで。大塩平八郎の乱。さあみんなで言うのよ。いや見ないで。大塩平八郎の乱。いや見ないで。大塩平八郎の乱。覚えられたかな？ちなみに一説によると、大塩平八郎さんの身長は2メートル17センチあったそうよ。それじゃあ今日の授業はここまで。さよなら。ふう。